オルカとマリナルと雪村とスポです。バスハニ正式名称クイズ、イエーイ。皆さん言葉を使いますね。言葉ですか？うん、日常的に。まあ当たり前にね。うん、まあごく稀に。ごく稀に？ゆきむらちゃんどういう生活を送っているんだ？どうやって？ゆうゆうしか喋らないみたいな。うゆう。うゆう。今回はですね、なんか我々が結構使ってる言葉の中に略語とかがありがちなんですよ。あー、JK とかってこと？あ、そうそう、JK 女子高生みたいな。はいはいはい、大好物。なるほど、なるほど。大好物？うん。うん、大好物、大好物、JK、ああ、うん、みんな好きか、はい、JK、 みんな好きか、まあね、うん、みんな大好き。そうよね。今回はですね、その、言葉の元々の何ですか、名前を皆さんに当てていただくというクイズなんですけど、うん、まあみんな賢いから分かるよなって思うんですよね、それぐらい。もちろん、まあね、使ってる言葉ぐらいね、うんうん、知ってるよねって思うんですよね。うんうんうん、ってことで、皆さんのあの賢さをね、聞いていこう聞いていこうと思います。その心に、うわー、おーやばい、盛り上がりやすい、盛り上がりやすい、何そのまマイクはもともと何という言葉だったでしょうか？マイク出揃いましたので、回答をオープン、ドン、うん、マイクロフォン、全員正解です。やったー。これはマイクロフォンを略した言葉らしいです。マイクロフォンは音を電気信号に変換する装置で、覚醒や通信などに使います。なんか賢いこと言ってる気分確かに覚醒や今日の賢枠だから、ね、そう、今日の賢枠、物知り枠ですね。フリーター、何の略でしょう？はいはいはい、はい、フリーター皆さん馴染みがあるんじゃないですか？馴染みはない？聞いたことあるかも。はい、自信ある、これは。お、自信ある。じゃあ自信ありのゼパから見るか。ゼパの回答はこちら、フリーランスアルバイター。これはそうでしょ、これはもうフリーランスね。そして残り2人はフリーアルバイターとのことでした。正解はフリーランスアドバイターの全問正解。すごい、すごい。ガサッ、あ、やべ、消しちゃった。これはなんか、バイトの時に、はい、聞いたことありますね。本当？そうなんだ。なんかバイトの先輩が言ってました、フリーターの。フリーターのバイトの先輩でしたんだ。わざわざ略語を伝えて言ってきたんだ。これフリーランスアドバイターだからさ、みたいな。ちょっとかっこいいかもしれない。そう、言ってきて思いました。特殊な覚え方だった。それがここで今役に立つとは。いやー、ありがとう。ありがとう、先輩。人生何が起こるかわかりませんね。演歌です。おぉ。演歌。回答を表示します。ドン！演劇か、演説か。正解は、演説家です。そうなんだ。すごい、そうなんだ。どっちかで迷ったんですよ。カラオケは何の略でしょう？うわー、聞いたことある。カラオケ。それでは一人ずつ見ていこうと思います。じゃあまず雪村から。ドン！カラオケボックス。ん？ほう。略してなくね？略して使ってるよ、もうすでに。なんかもう略しづらいな。確かに。あれ？確かに。でもほら、マイクロフォンとかもそうだったじゃん。あ、確かに。あ、なるほどね。なるほど、確かにね。なるほど、なるほど。じゃあ次、ゼパ！カラフルオケーション。なんかこういうカタカナで伸ばしもあるイメージあったんで、もうほんまリズム感だけっすね。なるほどね。あ、なるほどね。はい、あんま自信はないっすね。あんま自信はない。五感ってことか。でもなんか結構楽しそうなイメージだね。いや、そうっすよね。確かに。なるほどね。そしてマリナル、カラのオーケストラ。これ自信ある。正解です。マジで？いや、すげー、マジ？カラのオーケストラなの？これ知ってた。知ってた、有名だね、結構。なんか元々は業界用語で、音楽関係者が歌唱部分が入っていない伴奏だけのテープをそう呼んでいたらしいです。そうなんだ。ちゃんとそうあるんです。それ知らなかった。じゃがいもは何
何の略でしょう。え、じゃがいもって略なの？確かにね。回答表示ドン。じゃがじゃま、じゃがじゃがの芋、じゃが芋、じゃがじゃがしたお芋、じゃがいやモーセ。モーセ。なんで、なんでモーセ？じゃがいやモーセ。偉人の名前入れましたみたいな。いやでもじゃがいもちゃんと入ってるんで、まああるかなってワンちゃん。なるほどね。全然全然あるかもしれない。全然ある。わかんないよね。そうだよね。我々誰も。本当に枕ですから。知らないんだから。正解知らないんだから。じゃあ正解よね。正解はじゃがたらいもの略だそうです。なんだよ、じゃがたらいも。たらいも？なんだよ、じゃがたらいも。知らない。でも、じゃがたらいもらしいよ、本当は。じゃがたらいも。だから、今度からじゃがいも食べるときは、じゃがたらいも、僕だよって思ってくださいね。ということで、次で、ラストの問題になります。現在逆転したい！逆転したい！雪村が今、2点で、あと4点。1問5点にしたら、雪村だけ正解したら逆転できる説ないですか？おー、はいはいはい。確かに。何4点じゃないです。でも5点のキリがいいので、最終問題だけ、1問5点にします！いやー！頑張ろー！ペペロンチーノは何の略でしょう？はぁ。ペロンチーノ下ネタ。そう思うならそう書けばいいんじゃない。マリナルなんか絵描き始めた。絵描いて余裕ですかって。余裕ってこと。オッケーオッケー。あの絵描いてるマリナルから見ていきましょう。こちら、ペッパー&ペロンチーノ。はいはいはい。ペッパー、私より分からなくない。前半ちょっとね、頑張ったけど、もうあと思いつきからペロンって食べるっていうことで。ペロンの絵なんだ。なるほどね。あ、そう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 、舌出してるの。これ左のやつは何？これフォーク。あ、フォーク。やりかと思った。確かに私もやりかと思った。じゃあ、ペロペロロリコンチーノ、ゆきららちゃん、ペペロンショーチーノ。いや、絶対ありますね、これ。いや、絶対あります、これ。絶対ある。絶対そこから来てますもん、絶対。絶対そこから来てる。ペペロンチーノはマジで、絶対ここから来てる。そう。まあ、でも、ペペって言ったらね。いや、でもそうっすよね。いや、ペロペロロリコンはないだろ。ペロペロロリコンはないだろ。いや、わからんやん。危ない食べ物。ということで、答えを発表します。アーリオオーリオペペロンチーノの略です。おい、アーリオオーリオ。アーリオオーリオ。ふざけてるでしょ。誰？なんかサイゼで見たことある。本当？嘘。サイゼで見たことある。アーリオオーリオ。アーリオオーリオ。マジか。くそー、あれか。あれでした。うわ、いや、ペロペロロリコンチーノの方がかすってるでしょ。いや、そうっすね、まだ納得できる。すんなよ、納得。なんでよ、ペロペロロリコンチーノって。はい、ということで、あの最終問題、誰も回答者はおりませんでした。残念。激ムズだった。激ムズだったね。アーリオオーリオはもうちょっとそれはデブリよ、出てこないよ。アーリオオーリオ嘘だよね。ということで、正式名称クイズいかがだったでしょうか。いや、勉強になりましたね。うん、確かにね。まあ、これでね、あの言葉巧みにさらにね、日本語を操っていけるかなと思うので、はい、皆さんさらに日本語つよつよガールズになりましょう。はい、はーい。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。